最近話題の諸葛川柳安楽デッキ、これのすごい結果出せている方を見つけたので紹介していこうと思います。このように今のところかなり交渉率を叩き出せているのがこの不等五蘭型で、勝機は長槍速速を2部隊。諸葛川柳安楽デッキは、敵上に張り付いたら強いデッキなので、相手としたらまあこちら側に城に張り付かせたくない、そういう意味で張り付かせないための動きをしてくると思うんですよ。だからこそ城に張り付くまでの過程が強いような長槍速速を2部隊入れてラインの上げやすさを高めたような構築が強いんじゃないかなと感じております。で、諸葛川柳安楽デッキはコストが2部隊ともキーカードが軽いため、コスト 2.5 あればフルコンができて、でその分他のパーツの自由度が高いので、まあどう組めば強いんだよって結構いろいろな方が模索されてると思うんですよ。その中で、まあ、僕が強いかなと感じているのがアンコモンフト。長方と比較した場合、特技向上や勇猛はないものの知力が4あって制圧が2、制圧2があるため、まあこの五蘭型のような開幕復兵2枚やって総武力も高いみたいな開幕強いような構築にとって開幕の内乱も取りやすく、また知力3と知力4では相手の知力7前後のダメージ計略を受けた際や復兵を踏んでしまった際の対応が大きく変わってくるかなという感じですね。で、長槍速速の強いところはこういうところですね。で、ここはもう相手の馬長が1回振り向けば確定で倒せそうなので諸葛川は刺さりに行きます。これはもう刺されたら確定で取れそうだし、相手の馬長が振り向かなければそのまんま諸葛川で後ろこづけるので、刺さるの覚悟で行って諸葛川を返して、その間に城で回復してる間に他の弓や槍の連携で劉備を撃破。で、このように長槍速速があることによって狙撃と弓、まあ狙撃による速度低下だったりダメージだったりと、風習の武力8弓と連携取ってダメージが取りやすいかなと感じております。で、お相手が長方を発動したので、ここは不等を犠牲に色差を取っていきましょう。もちろん不等の計略、長方の計略と比べたら、まあ計略性能自体はかなり微妙な計略ではあるのですが、そういうところがまあ五蘭で補っていくという感じですね。五蘭は色差で武力と速度と兵力、この速度上昇値が五蘭はかなり高く 1.7 倍か8倍前後ですね。騎兵に対して後ろから走撃が入れれるため、勝機長槍との相性もいいです。またこのゲーム1試合で使える式は24なので、諸葛川柳安楽のデッキの基本的な式の履き方として式を5ずつ履いて20使うことが多いんですよ。で、その際に残りの式を5ラン1回分終盤に打つ余裕があるので、この諸葛川の式の軽さというのが活かしやすいかなと思います。で、ここは相手の劉備を1回下がって効果時間差を稼いで早熟なる指令で、ここで相手が吐いた式に比べてこちらが式は全体的に 1や2ずつ安めなので、ここで式差も取れていますね。で、この長槍があるからこそこういう裏取りがすごい強いなと感じております。で、ここなんですけど、諸葛川を発動したカウントを覚えておいているので、諸葛川の効果時間は 8.5 カウントと、 8.5 からまあ 8.7 かそれぐらいなんですよ。なので、ここ切れる直前ぐらいに傲慢なる号令、これで式5で武力プラス6、また諸葛川を2回打つのに比べて制圧低下も防げるので、このようにしてつなぐような使い方もできます。というところで、お相手は再起の方式防作、防作が縄文前にあったはずなので、これはちょっと五蘭を弾かれそうかな。五蘭が弾かれて、
で矢倉にも当たって工場ゲージの蓄積は遅くなってしまいますね。でお相手はリュウミン業者の大徳で、リュウアンラクを早めに打ってる分こちらの方が先に効果時間切れそうなのである程度風習は変えることも視野に入るかなという感じでしょうか。ここで長鋒を撃破で劉備もここ風習で劉備を狙っていきたいで劉備を撃破でここはまあ不当には犠牲になってもらって他の部隊を返していきたいという感じですね。四季と奥義のリードを取ったところで少しまあ関係ない話していきますか。諸葛戦デッキ最近使ってなかったんですけどこの理由としてなんていうか地下アイドル爆押ししてたのに地上波に出るぐらい有名になったらもう俺が押さなくてもいいかなって思って冷めちゃうみたいなそういうオタク的なあれですね。もう僕が諸葛戦竜安楽デッキ使わなくても周りみんな使ってるし今更このデッキの強さとかまあ分かりきってるかなみたいなところあったんですけどその中でも強い中でどういう構築にすればよりこの強さがいけるかなみたいなのいろいろ考えてみたんですけど現状この長槍長槍型がめちゃくちゃ強いですね。割と帝王まではすんなりストレートで上がれたのでまた今後帝王隊での試合のやつとかも動画にしていこうかなと思います。でこの連兵の強襲なんですけどこれ兵力 100% で打って武力プラス7ただこの兵力 100% で打った場合相手の槍に迎撃される速度になっちゃうという欠点があるのでまあ効果終了時に兵力が5割減るあたりも加えてだいぶまあ計略としたら微妙なんですけどこのことはもうとにかく84制圧2のスペックがかなり優秀なんでそこを評価できるカードかなと思います。それではここまで聞いていただきありがとうございました。またよろしければ見てってください。